そうですね、私楽曲提供をするときに特に声優さんに曲を書くことが多いんですけど、声優さんが何人も集合してる曲、例えばその「おかえり」も4人で歌ってる楽曲を1人セルフカバーしてるんですけど、その仮歌っていうのをデモとして出すんですね、声優さんたちにこういう感じで歌ってくださいねみたいな、その資料の時点で結構声を作るんですよ。可愛い方面のキャラクターだったら可愛い方面のキャラクターの声の出し方でデモを出したりしてて、だから声のキャラクター作りみたいなところは得意なところなんですよね。なのでなんかあんまり抵抗なくそういうのも歌えるかなと思って今回セルフカバーに。じゃあもう可愛いザクさんになってるんですね。お帰りは実はあんまり作り込んでないんですよ。ナチュラルなザックで結構言ってて、まあ、そんなにうーんみたいな歌い方オラーみたいな歌い方、いつもの私ではないんですけど、なんかこうストレートななんかこう J-POP っていう感じの歌い方にちょっと寄せていて、まあ、アクロスザラインとかもおっしゃっていただいた通り、高梨立花ちゃんって声優さんが内田真彩さんなんですけど、すごいこう可愛らしい歌声でやってたんですけど、ザックはその辺はちょっと真似してるところはちょっとありますね。息の成分が多かったりとか、歌い方を気をつけてみたりとか、あと5人集合曲の曲があるんですか。1個質問していいですか、はいはいはい、5人集合曲とかは5人振り分けて、はい、歌ったりするんですか。そうですね、なんか作詞の時点でもう歌い分けとかもザックが全部決めるんです。だからキャラのなんて決め台詞とか、はい、キャラのその口調だったりとかを歌詞にも盛り込んでるんですよね、はい、歌い分けの時点で。なのでそれを歌う時にはそのキャラの真似して歌ったりとかで、もう5人のキャラを歌い分けてますね。そのジンっていう曲なんですけど、はい、でもこうもう歌い分け、この人はここ歌ってほしいってを決められるってめっちゃ信頼されてる証拠だと思う。いや本当そうなんですよ、なんか作品の担当の方に、歌い分けも全部ザックさんで、レコーディングもザックさんがしてくださいみたいな、すごい。そうなんか声優さんの歌もザックが取らせてもらってる、立ち合わせていただいたりとか、はい、すごいなんかお任せですみたいな。すごいありがたかったですけど。